だかららあななたの鬱は治らないこんにちは。ライフススキルティーーーチャーのミタです今回は製薬会社でうつ病の専門 MR をしていた経験と自分自身がうつ病になった経験そして1万人以上に生きる力を育んできた教育者の経験この3つの経験を踏まえて うつ病が治らないいい人の共通点をお話ししたいと思います僕は社会人の時に5年間中枢神経領域の専門 MR としてメンタルクリニックや精神病院のドクターを中心に最新のうつ病治療の情報提供や開業医の非専門の先生方にうつ病の早期診断や 治療法の提案をししてきました学術的に言えばもちろんうつ病になった時は無理をせずに休むそして専門医に相談するそして薬物治療を始めるこれが第一選択だと思います。 とにかくストレスが少しでもかかることから離れる距離を置くそうしないとどんどんストレスが溜まって悪化していく体が壊れていく自律神経が乱れていろんな症状が出てくる眠れない頭が痛い疲れるそして心も動かなくなってくるだからこそ仕事がつらいなら 休する、家事が苦しいなら事情を話して誰かに代わってもらうやらなければやらねばと思っていることを一つ一つ手放すことこれが大切ですそしてうつ病は心の甘えではなくて脳の病気ですので自分で判断せず専門の先生に相談することが鍵です。そこで薬物治療を始めれば、 軽症のうつであれば、半年もあれば半分以上の方が寛解します。症状がなくなっていくんです。ただ、それで症状は楽になる人もいるんですけど、また仕事場に戻ったり、同じ環境に行くと、しばらくしたら半分の方がうつ病を再発すると言われています。そして仕事も休まなければならない。 そうやってうつ病が治らなくて苦しまれている方も多いです薬を飲むだけではダメなんです専門医の先生に相談するだけではダメなんですそれではどうやったらうつ病から解放されるのかこれは完全に僕の個人的な意見ですはい僕の個人的な意見ですが うつ病が治らない人には一つの共通点があると思っていますそれは本音で生きていないということです本音をマスクして生きている自分の気持ちを押し殺して周りのために自分を犠牲にして我慢して 生きている言いたいことが言えない誰にも嫌われたくない頼まれると断れないノーが言えないいつも愛想笑いをしてしまう自分の心を許せるそんな友達が少ないそのように周りに合わせて生きているとやるべきことよりも周りの評価や言葉が気になってやるべきことに集中できないだから自分の力を発揮できないじゃあちょっとやっただけで疲れてしまう。 はい、とあと周りの顔色をうかがっているので自分がどういう気持ちなのか何がやりたいのか何が楽しいのかやりたいことが見つからないそして嫌われたくないので自分が思っていることが言えずいつも背伸びをしてしまうだから心を許せる仲間友達がいないどこに行っても気を遣い心休まる場所がなくて安心できる居場所がない。 だから何のために働いているのか何のために生きているのか人生の目的を見失い生きる喜びがなくなって心が熱くならない感動しない毎日が楽しくないそんな状態ですとどれだけ薬を飲んで症状が楽になってもまた同じ職場や家庭に戻ってしまうと周りに気を使いすぎてストレスがたまってうつ病が再発してしまいますもしあなたが本音で生きれば。 エネルギーは自分の内側からどんどん湧いてくるので燃え尽きることはありませんで誰に何を言われても不安になることはなく自分がやりたいことに専念できますやりたいことが見つかり自分の力を発揮できて自分が心を許せる仲間がたくさんでき自分の好きお気に入りに囲まれたライフスタイルが実現して毎日が楽しくなるそしてストレスから解放されてうつ病から 解放されますだからうつ病をなくすには本音で生きることが大事だと僕は信じています本音で生きるとわがままになるんじゃないか自己中なんじゃないか周りから嫌われるんじゃないかそのように感じて自分の本音をマスクして生きている方も多いのではないかと思いますでもそれは全く違いますななぜなら 本音で生きている人と自己中な人は「大ききく違うからでです本音で生きている人は I am o k、okay, y o u are o、okay. k ということで自分も OK だしあなたも OK というスタンスで自分も相手も大切にします。いっ わがままな人自己中な人は I am okay, you are not okay 私は OK だけどあなたは OK じゃないよということで相手を自分の思い通りにコントロールしようとする自分の欲望を満たすために相手を利用しようとする、はい、そうなると本当に、えー、嫌われてしまったり、えー、人が離れていくということがあると思いますまた本音で生きている人 人は自分の気分が満たされて、いつもご機嫌で心が満たされている状態だから、自然に相手を喜ばせる行動ができる。で、自分が自由で我慢していないから、相手にも自由を与えられるし、相手が自由に生きているのを許すことができる。 でも自己中な人っていうのは自分が満たされていない自分の気持ちを我慢しているから相手からそれを奪おうとするし自分が我慢しててなんであいつは自由に生きてんねんっていう風になってしまって自分らしししく生きてる人を非難したり我慢させようとしますだから本当に本音で生きてる人は相手にも優しくて相手のためにもなっているということなんです。 だから本音を隠している人っていうのはいつも心に余裕がなくて相手から奪おうとしたり相手が自由にしているのを許可できないだから本当の意味で相手に対する優しさがないのではないかっていうふうに僕は考えていますはいだから本音で生きることは大事で大事だということなんですそれではどうやったら本音で生きることができるのかどうやったらあなたが今日からそして明日から本音で生きることができるのか それはライフスキルを身につけることですライフスキルっていうのは学力では測れない目には見えなない大切な力です自分を信じる力相手の立場を考えてコミュニケーションする力自分の不安や心配恐れをコントロールする力自分がやると決めたことを最後までやり抜く力これがライフスキルです。 このライフスキルを持っていないとあなたがどれだけ専門知識を勉強してもどんな資格を取ったとしてもそれをあなたの職場とか人生で生かすことができないんですどんだけ英語力を身につけても相手の立場になってコミュニケーションできなければ外国人と友達になれませんどれだけコンピュータースキルを持っていてもこの商品を売れるのかな僕なんか説明していいのかなって自分に自信がなかったら英を 業に行かないつまり売れないということで職場ででで力が発揮できないんですだからあなたが勉強してきたその知識やスキルを生かすも殺すもライフスキル次第なんです。はいということで今日はうつ病が治らない人の共通点というテーマでお話ししました病院で治療してもあなたが本音を隠して生きていると どん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 ストレスがたまってうつ病が再発します本音で生きるとストレスなくうつ病から解放されて最高の自分を表現し周りから感謝されそして毎日楽しく過ごすことができる夢中になって生きることができるだから僕はこのチャンネルで本音で生きるためのライフスキルを紹介しています え少しでも勉強になったためになったおかち頑張れという方はえ高評価ボタンそしていいねボタンコメントしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいですコメントすると楽になることがあると思います、えー、コメント全部読んでますのでコメントもお願いします、えー、このチャンネルではえっと本音できるためのライフスキルを紹介していますので興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいですあとえーブログで では本音で生きるための技術を具体的に紹介しています。概要欄にブログのリンクを貼り付けてますのでブログもご覧ください。はい、ジエンド。さよなら、さよなら。